来場の皆様、本日はカルデアパークトーナメントにお越しいただき誠にありがとうございます。本日カルデアパークトーナメント実況を担当いたします、私スマイル福です。どうぞよろしくお願いします。それでは大会を解説いただくこの方々をお呼びしましょう。ゲームライターブンブン丸さん、よろしくお願いします。そしてフェイトグランドオーダーアーケードディレクターゲームセンター井上さんです。どうぞ。こんにちは、お願いします。お願いします。それでは一言いただけますでしょうか、ゲームセンターさん。はい、そうですね、 FGO アーケード初めての大会なので、どんな大会になるかちょっとドキドキしております。本日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いてブンブン丸さん。はい、ゲームライターのブンブン丸です。今日は初めての大会ということで、まあ普段ノラでしかない全国大会の全国対戦が、はい、まあ、どんなガチのね、内容で見られるかっていうのがすごい楽しみにしてきたんで、はい、その辺は皆さんに、ね、分かりやすく、まあ、説明しつつ、逆に皆さんと一緒に、ね、楽しみながら見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。解説のお二方とともにカルデアパークトーナメント始めていきたいと思います。それでは選手のご紹介をいたしましょう。フェイトグランドオーダーアーケードカルデアパークトーナメント小選手の入場です。それではチームリーダー四殿の女王、チームメンバーワザップ管理人とネル、チームポイントランキング第1位、俺たちが攻略サイト、続きましてチームリーダー山の沖縄、チームメンバー神と翔英、チームポイントランキング第2位、マイクロバーカーバスター。続きましてチームリーダーザンデ、チームメンバーパインヤと天草サポートセンター、チームポイントランキング第5位、ザンバンサポートセンター。続きましてチームリーダームーン、チームメンバーラグとグルス、チームポイントランキング第9位、ラグルスムーン。続きましてチームリーダーホルス、チームメンバー新宿のボブとアウア、チームポイントランキング第11位、チーム川崎。続きましてチームリーダー夢、チームメンバーフューカイと勝勝の多い、チームリーダーチームポイントランキング第15位、チームビブフランス。チームリーダーヤンジロー@竜馬揚げの英霊、チームメンバーウッチ@ハマカツの英霊とモグラ@コロッケの英霊、チームポイントランキング第17位、第1次揚げ物聖杯戦争。さあ続きましてチームリーダーオバケピエロ、チームメンバーアインオルタとマサベ、チームポイントランキング26位、影の国のマガン星女。続きましてチームリーダーヒーロー、チームメンバーセントカムイ、チームポイントランキング39位、カルデア東方支部。続きましてチームリーダー綾瀬、チームメンバーモモまたはミナコ、
ミストレとミドレーチームポイントランキング第46位フランスベリサソーリタイム。全30チーム30名の選手が出揃いました。熱きバトルを繰り広げる選手に盛大な拍手をお願いいたします。それでは選手の皆様選手席へお戻りください。ブブン丸さん、ゲームセンターさんはどうぞ解説席の方で。はい、じゃあ選手の方は戻ってもらって大丈夫ですね。はい、選手席の方へお戻りください。じゃあ皆さんこの後頑張ってください。いやー、いよいよ始まるわけですか。ブンブン丸さん、どこに注目していきますか。はい、そうですね、とはいえまだちょっと1回内容の方1回戦を見てみないと、うん、それぞれどういう感じの立ち回りとかまだちょっとわからないんで、はい、純粋にちょっと最初はやっぱ順位の高いところに注目するのかなっていう感じはありますよね。特に今回1位2位、はい、ランク1位2位のチームがね選出されているので、はいはい、そのあたり要注目かなという感じは、はいはい、しますね。ありがとうございます。はい、続いてゲームセンターさん。はい、そうですね、もう入場からあのチームパフォーマンスみたいなものもあったりして、なかなか作戦立ててきてるのかなというところなので、はい、いやでも皆さん意気込みが結構個性的というか、はい、なんか別に倒してしまって構わないんだろうみたいな、はいはい、ところが鉄板としてありながら、なんかどこです、ここですかね、山の大きなですかね、ここ、はいはいはい、あ、マイクロバーカーバスターとかは8月3日はハサンの日、山の大きなとしては、はい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 、この辺を勝てて勝ちに行かざるを得ませんって、こういうのすごい好きですね僕は。はい、分かります。いいですね、ここマイクロバンカーバスター、はい、岐阜のチームですね。はい、いや、ありがとうございます。それではフェイトグランドオーダーアーケードカルデアパークトーナメント1回戦の開幕です。第1試合チームをお呼びしましょう。赤コーナーよりチームマイクロバンカーバスター、青コーナーよりチーム影の国マガン星城入場です。それではそれぞれのチームリーダーから意気込みをいただきたいと思います。ではまずこちらマイクロバンカーバスターの山の大きなチームリーダーから。はい、どうもはじめまして、山の大きなです。首を出したとかそんな物騒なことは言いませんけど、とりあえず1試合目頑張って勝ちていきたいと思います。ただちょっと FGO アーケードってね、やっぱりやったことない方も会場にいっぱい見えると思うので、まあ、これを機にちょっと楽しいゲームだなっていう、そういう、まあ、印象を持ってもらえたらなという思えるように頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。さあ続きまして、お化けピエルさん。正直すごく緊張しているんですけれども、いろんな人からの支援や応援があるということを忘れずに頑張っていきたいと思います。これからもたくさんアーケードの面白さを伝えていけたらと思います。ありがとうございます。それでは両チーム筐体へ移動し準備をしてください。さあ、というわけで両チーム準備中ですけれども、はい、なんか両チームともコメントがあったかすぎて、うん、感動しましたね、本当に。あったけコメントですね。どんだけ必死にアーケード応援してるんだという。そうですね。ユーザー100点かよっていう。はい、ありがとうございます。はい、さあ、いよいよ試合開始となりますね。さあ、どんな編成で来るかですよね、ここね。そうですね、はい。今回はステージも固定ということなので、はい、それを見せて。一応現状、そのブレードで、稼働してる、はい、まあ、ステージじゃないですか。はい、はい、ビーチがステージになると思うんですけれども。はい、まあ、ある程度逃げやすさもありつつも、そこまで完全に広いっていうステージもないので、割とバランスはいいのかなと思うんですけどね。はい、開幕の動きがどうなるか気になるところですね。はい、ただやっぱ結構あんまり遮蔽物が多くないので、はいはいはい、結構その
まあ、木がいくつか立ってるんですけど、結構遮蔽物としてはそんなに役に立たないので、うん、アーチャーあたりは結構有利なのかなという感じもするんですが、そうですね、はい、多分ステージの真ん中にある大きな岩をあの駆け引きの中心点として動くのかなと、はい、そうですね、いう感じですかね。はい、さあちょこちょこ編成が今出そろうとしておりますが、はい、はい、まあ、この中で言っちゃうとね、相手の方に出てしまうので、まあ、大丈夫かな、もうみんな出てるから。なるほど、やっぱこのバージョンですとジャンヌあたりは結構安定した人気があるのかなと思ったんですが、そうですね、相手のチームの姿勢を伺いつつっていうところで、はい、ジャンヌがまず盾になるっていうところですかね。そうですね、そうですね、うん、はい、さあマッチング準備 OK みたいですね、はい、はい、それでは両チームの準備が整ったようです。スクリーン映像をご覧ください。さあ来ましたね、はい、こちら画面の方ブルーサイドとレッドサイドどっちがどっちになるんですかね。一応画面チームは、はい、はい、あ、そうか、同じチームになっちゃう、はい、自分チームが必ず青なんですね、はい、はい、まあ、山の沖野さんたちの方がこれはあ、ランサー、セイバー、アーチャーの編成で、逆に一方影の国の方は、はい、あ、カルナが先発で出てくるんですね、はい、ではそれではカルナパークトーナメント2019 1回戦第1試合バトルスタート。さあこれ映ってる画面の方は影の国のマガン聖女さんの、はい、山の沖野選手、はい、はい、あ、山の沖野ですかこれ、はい、ました、殺せぬものなどない、はい、まずガーターが、はい、丸太を詰めていきます。さあこれ一度強化解除し、そのまま押し込んでいきます。ここは一度ガーガードブレで、はい、一度離します。さあこのまま詰めていきたいところですが、まずターゲットを締め切り、スカサハがここはマルトにターゲットを絞っていく。さあこれまず第1名撃破したのはいいですね、スカサハ。これギルガメッシュの方にまだあまりプレッシャーがかけられなかったんで、はい、サポート役として相手しっかりロックさせて、はい、そこにしっかりとスカハザが、まあ、仕掛けて取っていくという形ですよね、はい、はい、かなり機能的に動いて2機先行しましたね、はい、そして出てきたのが主天道寺、はい、スカサハですね。さあここで新名決判ですかね。おっとここで華麗に3が決まり、だからここは以上カットに入りダメージはなしです。これ逆に今スカサハ取るんじゃなくてうちの方を銀に詰めに行くって選択したんですかね。そうですね、はい、これはあえて、まあ、ギル取りにくいんで取ろうという選択はすごいいいんじゃないですか。ギル落としましたね、はい、はい、さあスカサハ一度距離を取ります。さあこれ一応スキル神明を今使いましたね、はい、さあこうなるとそろそろゲオンあたりちょっと見ていきましょうか。はい、あ、ここで来ましたね、ゲームで来ましたね、はい、ガサハの防具、ここで狙うはジャンヌです。ジャンヌダルクです、はい、早めに落としておきたいというところですかね。そうですね、ここはガサの防具でジャンヌダルク撃破。逆にこちらの山田家さんのジャンスカサハも防具たまるので、はい、これで吐けるかどうかですね。ゲールギウスの脇を待って一回合流したいですね。一度周りのチームと合流したいところですね、はい、いやー強気に仕掛けましたね今。スカサハで2体引きつけた格好ですかね、はい、さあここでスカサ撃破。さあ現状聖杯のスタック7分の5カウント114、優勢なのはただいまマイクロバンカーバスター。ただお互いに均等に減ってるんで、これどっちが取ってもおかしくない展開ではありますね。そうですね、はい、おっとこれ本当が入りスペシャルアタックを決めていく。これ落としきれるのでかいですね。ここでジャンヌダルクを撃破。そして、ま、影の国マガンド聖女が最初に聖杯を手にした。これはお互いゲージがほぼ互角の状態で聖杯を持っているということ で、 そうですね、かなりちょっとどっちが勝つかわからない展開になってくるんですかね。さあ残りのカウントも80カウントで、おっとこれこれはデオンで取りましたかね、はい、そうですね、影の国のマガン聖女がただいま優勢となっております。このデオンをなんとかしないと辛いところですが、一度デオンと距離を取りたいところ。これは聖杯持っている2番に1回画面をスイッチしていただいている、はい、これですね。おっとこれ
デオンのホーグ発動フルールドリス。さあここでしっかり2機入れてますね。そうですね、はい、おっとエミラに魅了が入る。そしてさらに畳みかけるようにゲオルギウスホーグ発動アスカロン。これもう絶対回避できない、そして絶対倒されてしまうやつですね。いい連携決まりましたね、はい、素晴らしい。もうチームプレーですねこれが、はいはい、さあただいま残り47カウント。今リードしているのがマイクロバンカーバスターの方ですね。そうですね、はい、これ今画面2番にスイッチしていただけますか。お願いします。これですね、はい、世界持ちのデオンというところですが、はい、これで今士気が落ちてしまったんでまた一度下がって、ゲオルギウスはこれもやられる役として、はい、はい、そうですね、特に小さいですね。あとはこれデオンでどれぐらい時間稼げるかですね。もうあとはやられないように立ち回ると。そうですね、そうですね、はい、ここいいですね。さあここでデオンガードで耐え切りたいところ。さあマイクおっとおっと、ここでこれはどうでしょうか。ゲージ溜まりきりましたね。そうですね、はい、ここはどうなるか。聖杯を奪って、ここは聖杯を奪い残りワンカウントでバトルフィニッシュ。1回戦第1試合勝利したらマイクロバンカーバスター、おめでとうございます。はい、これ最後まで気を抜けない内容でしたが、そうですね、ただ最後後半のところで1機だけじゃなくて2機落とさないと逆転できなかったというところで、まあ、しっかりと時間を有効に使ったマイクロバンカーバスターが、はい、まあ、試合をしっかりと作ったのかなという印象が、そうですね、はい、ですね、はい、ナイスゲームでした、はい、それでは選手の方々選手席へお戻りください。続いて1回戦第2試合のチームをお呼びしましょう。赤コーナーフランスベニサソリ対青コーナーチーム川崎の入場です。それではそれぞれのチームリーダーから意気込みをいただきたいと思います。それではまず赤コーナーフランスベネソル隊のリーダー S さん。はい、多分唯一の、まあ、女性3人のチームということでなんですけれども、すごい闘志は燃やしてきたんで頑張っていきたいと思います。続きましてチーム川崎のホルスさん。皆様はじめまして、ホルスと申します。こういうこういうね、いろんな人がいる場合はちょっとかなり緊張してるんですけども、まあそれにめげずに1回戦頑張っていきたいと思います。皆様よろしくお願いします。それでは両チーム交代移動し準備をお願いします。はい、というわけで、はい、試合目はこのチーム対決となりました。そうですね、まあ、女子が3人ってあんまり見ないですよね。そうですね、はいはい、チーム全員女子ということで。そうですね、こちらが46位、一方チーム川崎が、予備予選、事前予選が11位ということで、はい、なかなかランクの高いチーム出てきましたね。たださっきの試合見て思ったんですけど、はい、コウメいませんでしたね。確かにそうですね、確かにそうなんですよ、はい、コウメもアルジナもいないっていう、はい、うんうん、ジャンヌを軸にした展開が続いてましたね。はい、果たして2試合目今夜出てくるのか、はい、どうでしょうね、まあ、個人的には多分孔明結構人気出てくるんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ、まさかのいないという展開でちょっとびっくりしましたね、はいはい、あまりに孔明が出てくるっていうのが予想されすぎていて、はい、全チーム逆に孔明を叩く構成にしているっていう感じも、ね、それもあるかもしれませんね、はいはい、そうですね、
ただ逆に勝ったチームサイドの先ほどのバンカーあバンカーじゃないマイクロバンカーバスターの方は、はい、まあ割と珍しいというか、はい、1体目に、うんまあ、電を入れるパターンって、はいまあ、それなりに人気のある、うん、あのサーバントであると思うんですけれども、はい、やっぱりその3人がバーストで出る、まあ、こういう風にこう身内同士で出る戦いになってくると、はい、こういうあのキャラクターすごあキャラクターじゃないですね、サーバントはすごい使いやすいのかなって思います。電は魅了もかけられますし、そうなんですね、自分にターゲット集中もできるので、はい、チーム組んで連携取るとなるとすごく強いのかなと。そうですね、はい、そうですね。さあ組み合わせ決まりましたね、はい、じゃあ画面の方お願いします。はい、マリーが出てきました。はい、これじゃあ順位上のチーム川崎の方からいきましょうか。そうですね、画面の方をチーム川崎にお願いします。はい、川崎のリーダーはホルスさん、ね、ホルスさんですね。リーダーホルスさんですね、はい、ホルスさんの方は何番ですかね。ちょっと6番です、ね、6番ですか、はい、リーダーは6番なので、はい、まあゲオルギウス先頭ということで、はい、ホルスさんはゲオルギウス、はい、好きなんですかね。画面6ですかね、はい、お願いします、はい、ではバトルスタート。さあセイバー、ライダー、アーチャーの編成がチーム川崎。ここでアルジュナチーム川崎の方ですかね、出てきましたね、はい、アルジュナも結構人気出るんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ、今試合初登場ということで、はい、最初お互いにアーツを溜めながらゆっくり。そうですね、ゲオールがターゲット集めながらいなしていくと。そうですね、全体的にやっぱアーツ編成多めで、まあ、できるだけアーツからも連打していきたいという、狙いはあるんだと思います。おっとここでまず撃破したのはデオン、はい、しっかりと弱点ついて、まあ、見れたっていうところがでかかったですね今のはね、はいはい、そうなると空いたアルジュナがどこに行くかというところですね。おっとここで硬直のところを華麗に防御を決めていく。はい、ナンジは竜ということでマリーが強制的に竜にされますから。そうですね、はい、どんなサーバントも一撃で落ちます。これは最強クラスですね、現環境ですと。さあ、はい、ホーグ打ったゲオルギウスはまだほとんど HP が減ってない状態ということ で、 そうですね、この辺の耐久力の高さもゲオルギウスの、まあ、利点なのかなと思いますね。ただちょっとベニサトリ隊の方がやっぱアルジュナが完全に不利になってしまっているの で、 そうです、ね、ここでやっと噛めましたか。まあ、ちょっとじゃあ視点を変えて4番でお願いします。アルジュナ見ていきましょうか。はい、これですね、はい、アルジュナに対してはやっぱりカルナがターゲットを取っているという感じですかね、はい、ただやっぱ対カルナ取りたいんですけれども、おっとこれはおっとこれオフの入りましたね、カレに入りました、はい、マガンでしょうか。おっもうここで2回目の、そうですね、2回目のホーグハット。さあ狙うはジャンヌだ。ジャンヌといえどもこれは落ちましたね。さすがのダメージですね、はい、ということは、はい、チーム川崎の方はゲオルギウスを中心に他2体がそれをサポートしていくという構成、そういう形ですね、ですね、やっぱアーツ全体多めなんで NP も回りますし、はい、とにかくこのアルジュナに噛めないんですよね。そこがでかいんじゃないかなと思います。後ろからいい働きが、うん、まあ、アルジュナが固定ホールドになっているところをしっかりサポートして、ただここでベネサソリーですね、乱戦に持ち込めたんで、このまま一気に行きたいところではあります。おっとここで、さあここでバックアップのアルジュナが落ちて、でリスクあるんですけれども、ここで一気に押し切らないといけませんね。じゃあベネサソリー見ていきましょうか、はい、はい、1番行きましょうか。はい、リーダーの綾瀬さんですね、はい、容疑者ですね、はい、これがちょっと強引にでも詰めていけないとというところなんですが、モルガン来ますね。ここでさあこれで何機巻き込めるか。さあこれ大ダメージを与え、発散撃破、はい、こうなるとかなり厳しい状況になってきますかね。そしてただいま、はい、聖杯を手にしたのはチーム川崎、カウントが85カウントになります。なんとかアサシン式でゲオルギウスを落として、ね、反撃ののろしとしたいところですが、ただ他のプレイヤーも一気にいかないと。あー、しかしここで光りますね、挑発入りましたね、はい、悩ましいところですね、聖杯持ちもなんとかしたいがゲオルギウスも止めたいというところで。そうですね、
さあこれ両儀式無敵貫通を華麗に決めていきます。さあ残り1分おっとるタイミングが素晴らしい。素晴らしいですね。はい、やっぱ発生の速さ生かしましたね。そうですね、はい、確実に両儀式を撃破しに、はい、そうですね、まあ確定という感じでもなかったんですけれども、はい、両儀式の技の空振りに対してしっかり置いていった形ですね。はい、はい、素晴らしいスキル。ではバトルフィニッシュ、勝利したのはチーム川崎。いや見事でしたね。見事でしたね。作戦勝ちという感じでしょうか。はい、ゲオルギウスを中心に据えて、ね、はいはい、他の2人がそれをバックアップしていくという構成。あとはゲオルギウス使ったプレイヤー自体のプレイヤースキルがすごい高くて、はい、そうですね、その1対1の状況に持ち込んでも、はい、まあ、完全に圧倒しているところがかなりあったかもしれませんね。そうですね、はいはい、ああなってしまうとやっぱもうアスカロも気を吹かざるを得ないというところじゃないですかね。この大会は、はい、あの試合ごとの編成が変更自由というところで1回戦目立つ活躍をすると2回戦あのゲオルギウスが目をつけられるんじゃないかなと。もしかしたら開幕式というパターンもね、はい、あるかもしれませんね。ちょっとそこも注目していきたいですね。はい、ありがとうございます。それでは続いて1回戦第3チーム第3試合のチームをお呼びしましょう。赤コーナーカルデア東方支部、そして青コーナーよりチームビブラフランス、どうぞ入場です。ではそれぞれチームリーダーから1個目いただきましょう。ではまず赤コーナーのリーダーから。はい、カルデア東北支部のヒーローと申します。本当は予備予選枠へということで大会に出られないと思ってでも諦めずに来たんですけれども、運営さんたちのご厚意のおかげで出場できました。本当にありがとうございます。なので皆さんに楽しんでいただける試合をお約束します。よろしくお願いします。ではそして青コーナーのチームリーダーから。はじめまして、チームビブラフランスのリーダーのゆめです。このチームは、まあ、みんなフランスのサーバントが好きなので、名前名はチームビブラフランスにしました。まあ、後悔悔いのないように精一杯頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは両チーム筐体へ移動し準備をお願いします。はい、チームビブラフランス全員フランスのサーバント好きと書いているんですが、はい、ビブラフランス我が道を示した前さあ一緒に、はい、ビブラフランス北斎ちゃん実装希望っていうフランスじゃねえっていう、そうですね、わさばじゃねえかっていう、いやいいですね。でもこういうチーム、はい、で一方なんか東北支部はもう応援してくださいと素晴らしいなんかコメントありがとうございます。はい、はい、こちらが東北の仲間での大会ということで、はい、はい、そうですね、グレーローで出会った仲間と書いてあるので、普段実際にゲームセンターで一緒にプレイされている方たちなんですかね。かもしれませんね。うん、はい、さあどういった編成になるんでしょうか。まあ、ただビブラフランスの方はフランスサーバー多いんでしょうね、さすがに。いや、ブラフの可能性も葛飾北斎実装希望と書いてあるってことはブラフの可能性もありますよ。ありますね、全然。さあこれ上サイドが多分僕らの方ビブラフランスの方で下の方が東北支部でしょうかね。多分並び的にそうですよね。どっちですかね。そうですね、はい、一応あ4、5、6がビブラフランスですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ今回6見ていきましょうか、はい、最初に、はいはい、さあ画面ちょっとお待ちください。あ、行くかな、大丈夫ですね。というわけで、こちら6の画面から、いきましょうか。はい、ただいまマッチング中と、はい、さあビブラフランスサイドの方ですね。はい、というわけで、初視点ですね。こちらジャンヌ・ダルク・ウォルターが来ました、はいはい、フランスっぽい、ね、多いですね。なんかダウトが何人かいますけど。まあ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 、まあ、はい、はいはいはい、一方で
東北支部は孔明が入ってくる編成と、はい、これどうすごいですね、さ結構編成刺さってませんか、ライダーに対してこれ殺式と相当そうですね、マリーちゃんが仕事しにくい感じがしますが、そうですね、このあたりどういう動きになっていくか、これをまあしっかりと原作通りに、まあ、守りきれるかどうかというところですね、そうですね、はい、見ていきましょうか、はい、それではカルデアパークトーナメント1回戦第4試合バトルスタート。ただこのジャンヌ・ダルコルタですね、はい、こちらがですねサポートの方に、まあ、ジャンヌと、まあ、あとメデューサ入ってますんで、まあ、マガンから一気に相手をコンボで削っていきたいかなというところでしょうかね、はい、このジャンヌ・ダルコルタがダメージディーラーになっているという感じでしょうか、はい、いやでもこの3人まとって同じ方向行くあたりやっぱ普段の連携感違いますよね、はい、まあ、孔明をケアしつつ、そうですね、どうなるかと、これは相手チームに孔明のバフがあるので無理に最初は付き合わずにというところですが、ちょっとデオンが最初削られてしまいましたね、アサシン2人で強気に出ていくという感じでしょうか、これはかなりありな、狙いだと思います。さあマリーが落ちましたよ、はい、まず最初にマーリーが撃破、はい、そして出てくるのがクーフーリン、クーフーリンが出てきます、さあこれはちょっと孔明の方を見ていきましょうか、はい、変えていきましょう、2番ですね、はい、2番を、はい、さあおそらく試合のこの中心動きを決めてくるのは孔明になってくるんじゃないかというところで、これ孔明ガードしていますか、その上から、はい、殴らい撃破、これホーグ打たせる前に落としたのかなり大きいですね、大きいですね、はい、そして出てくるのがジャンノールタと、ただ6番のオルタまだ落ちてないんですよね、隙を伺いながら、はい、ちょっと不気味な時間帯ですよね、はい、これワンチャンホーグ履けそうな感じもしますけどね、はい、できればホーグ6番見れますかね、これ来ますね、はい、なんとか死ぬ前に1回打ってからメデューサリーチかかってきました、おっとこれですね、華麗に決まりました、いやラングロメントデュエイン全国で何度見たことかっていう人ですね、こちら、まあ、そうですね、はい、きっちり決めていきましたね、はい、このための魔眼ということ、間違いないですね、はい、はい、華麗に決めていきます、ここで焼けてしまった、さあこれ大ダメージを決め、しかもジャンヌ撃破、これで5ですね、残り2なんで、ただわざと落ちていいんじゃないですか、ここはそうですね、6、はい、あ76になり、ここでおっと、ビッカーマンが、霧の巨人ウィッカーマン誰を、ウィッカーマン、さあここでウィッカーマン狙いを定めてるのは2体いってますかね、1体か、まあ、ジャンヌ・オルタ、はい、足ここはジャンヌ・オルタを撃破、これ今完璧でしたよね調整、そうですね、ここはきっちり、はい、その自分のジャンヌ・オルタが落ちた瞬間にもうホーグ溜めておいて、しっかりと7リーチかかった瞬間に取ったという形ですよね、うまく踏み台に使ったという感じでしょうか、はいはい、素晴らしい調整でしたね、はい、さあただいまカウントが102カウント、そして優勢なのはチームビブラフランス、さあこれすかさずホーグを打っていくのはデオン、これスカサハの防具を彼に当てていきますが、ここはこれは瞑想効果ですよね、はい、はい、そうですね、さあ無駄打ちさせられてしまった格好になりましたが、さあここジャンヌ・ダルコ両儀式、おっとこれスキルの新名が両儀式に華麗に決まります、だから両儀式に大ダメージを与えていきますが、ここは一度距離を取ります、さあそこでカットに綺麗にデオンが入ってくる、となるとセンさんの士気が持ちこたえられるかというところがポイントになってきますね、まあ、ここ守りたいとは思うんですが、まあ、逆にどう逆転の目を出すかですね、ただしっかりと光栄が仕事しますね、華麗に決めていくのはクーフリのウィッカーマン、さあ誰に大ダメージを与えていくか、おっとこれは2人巻き込んでます、さあここでバトルフィニッシュ、勝利を収めたのはビブラフランス、はい、きっちりフランスサーバントで勝ち切りましたね、そうですね、まあ、なんかウィッカーマンが活躍したかも若干ありますけれどもフランスじゃないのかな、はいはい、ありがとうございます、それでは選手の方戦績へお戻りください、ケルトなんだよなやっぱりな
いやただ立ち回り完璧でしたね。開幕の孔明を出したあたり、はい、そうですね、はいはい、きっちり孔明落としてから逆転を図ると、そうですね、素晴らしい立ち回りでした。続いて1回戦第4試合のチームをお呼びしましょう。赤コーナーより残飯サポートセンター、青コーナーよりラグルスムーンの入場です。それではそれぞれのリーダーから意気込みをいただきたいと思います。残飯サポートセンターの田中さん、FG アーケードも早くも1周年ということで、こうして初の大会に出られたのも何かの運命ということで、この、予選を一緒に駆け抜けてきた2人のメンバーとともに決勝まで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてラグルスムーンのムーさん、初戦の相手がもう6割以上のプレイヤーなんですけど、今までやってきたことを全部活かせるように勝ちに行きたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは両チーム筐体へ移動し準備をお願いします。ここまで結構展開の早い試合が多かったですね。はい、はい、そうですね。今回は5位と予選5位と予選9位の対戦ということで、両者一桁っていうマッチングは今回初めてかもしれませんね、はいはい、どういった戦いになるのか。そうですね、お互い顔を知っているようなコメントもありましたので、ちょっとそういう身内読みも入ってくるかもしれないですね。まあ、ただ先ほどのビビラフランスなんかは相手コーメいた時の対処が完璧でしたよね。はいはい、そうですね、最初しっかりラインを下げてちょっと時間を稼いでから、うん、まあ、逆に、うん、まあ、カウンターという言い方もちょっとおかしいかもしれませんが、うん、しっかりと返して勝利という流れ見事でしたよね。はい、やっぱりコーメ対策中心に考えてきているというところで、それがうまくはまった形ですね。そうですね、まあ、藤岡家でやっぱりその7期目にサーバントを倒したサーバントがまあ、聖杯をゲットして、はい、それ以降撃破ポイントも上がりますし、うん、その段階での体力も一気に回復するということで、はい、かなりアドバンテージ出るんですけれども、その瞬間6期目7期目落ちるタイミングとかを、うん、まあ、先ほどの試合なんかは6期目落ちるタイミングを自分のチームで1体出した瞬間に、うん、まあ、クーフリンが取るみたいな、うん、素晴らしい流れでしたよね。そうですね、はい、あそこはきっちり周りが見えていたかなと、うん、さて続きましてどちらの画面で見ましょうか。そうですね、まだ映ってないサーバント見たいところもありますね。はい、3番とか行きますか。じゃあ最初、はい、じゃあ、はいはい、3番お願いします。お願いします、はい、3番お願いします。こちらカルナですね、1期目。はい、はい、そうですね、来ました。このカルナは何を睨んでのカルナとなりますかね。どうでしょうか。やっぱりアルジナあたりを警戒したんだと思うんですけども、アルジナなしということで、相手にはライダー、ライダー、キャスターと。そうですね、お互いそんなに、まあ、フリーマッチアップはライダーがどうやってお互いの方面に噛んでいくかというところはあると思うんですけれども、はい、ただこのカルナ特に、まあ、この組み合わせですと相性関係ないんですけれども、はい、やっぱフィジカルが強いので技の、はいはい、特に技の精度が本当に高いサーバントの一人なので、はい、そのあたりどう動いていくかというところですね。あとはお互いマルタがチームにいるというところがあるので、はい、まあ、これはマルタ孔明を、マルタを孔明に当てていきたいというような作戦ですかね。あるでしょうね。さあ1回戦第4試合バトルスタート。さあ、おっと、これは開幕マルタシュートがお互いマルタ入りますか。当然マルタ孔明に噛みたいと思うんですけれども、はいはい、お互いにやっぱ孔明守るっていうことも意識して動くと思うんですよね。なるほど、はい、いや、ただ早速に一瞬ですね、はい、一瞬でした、はい、そうしましたね。多分今カルナサイドの方が結構遊撃的に動いたところを、はい、逆に一気にまとまって動いて、もうマルタで完全に落としに行きましたね。そうですね、はい、今のは素晴らしい動きでした。残飯のサポートセンターのカルナが諸葛孔明を食らいついていきます。はい、さあここは逃がさない。はい、はい、さあここで残飯サポートセンターのカルナが諸葛孔明を撃破。さあまだまだ畳みかけます。やっぱ間が持ったあの辺の連携は非常に強力ですね。そうですね、
あ、これはもう3人に囲まれているぞ、マルタ。3対1でマルタ。さあ、ここでコント入ってしまう。おっと、とどめは刺さない。そうですね、ここは一度放置してという形ですね。さあ、一度距離を取り、まさか、さあ、まさか、うわ、離れない、入ってしまった。神の慈悲を知れ、絶滅とはこれ、この時期インドラよ、刮目しろ。華麗にホーグを決めていく。さあ、3人3人入ってます、ね、多分その取れるタイミングがあったと思うんですけれども、味方にカムノを任せて、はい、その間に一度離脱して、はい、まあ、敵からのタゲを消して、はい、まあ、はい、ホーグさんで巻き込む、素晴らしい上手な動きでしたね、はい、素晴らしい動きでした。ただ一方、これ喋りなくてじゃないとできないやつ、はい、やり慣れてる感じでしたね、はい、おっと、はい、ガサーズガンパサボセンターのマルタがホーグタラスクを誰に狙っていくか。これラグルスムーンは HP がほぼ満タンというところで落としてるのか、はい、あっと、ここはヨルギスか、はい、さあこれサポス的の無敵貫通が入りますが、ここは華麗にデオンがカット。さあターゲット集中で、さあ7機目どっちが落とすのか。おっと、いや取りましたね。さあこれまずラグルスムーン聖杯を最初に手にする。はい、そしてこの守りが固いデオンが采配を持ったということは、いや、ただこれ逆転しなきゃいけないじゃないですか、はい、そうですね、となるとできればその指揮かギオルギウスが采配確保して、はい、その後采配持った状態で、はい、2体2機落とすとか、はい、そういった見たかったと思うんですけども、はい、こうなると逆にこちらの、まあ、現状ブルーの方ですね、うん、まあもう落とされないように落とされないようにという、はいはい、ダンパンサポートセンターとしてはレオンだったら采配いいやっていうところもあったのかもしれないですね。さあ、ただいまラグルス分がまだ聖杯を握っています。さあ、これターゲット華麗に切り替え、無敵貫通が入り、ここでゲオルギウス撃破。さすがの無敵貫通ですね。はい、華麗に決まりました。さあ、ここただデオンを落としたいですね。そうですね、デオンが聖杯を握り、これどうでしょう、ホーグは、これデオン結局自分がホーグ、その攻めに使えるホーグではないので、はい、まあ、ちょっと放置しても厄介がいいですね。ここは2人がかりで、ここでそして厄介なジャンヌが聖杯を持ってしまった。今のいい動きですよね。素晴らしい。あ、ここでバトルフィニッシュ。4戦目試合を勝利したのは残飯サポートセンター。展開として、はい、最後指揮がホーグ溜まった状態なので、うん、そうですね、デオンの方も行きたくないとは思うんですけれども、はい、まあ、体力ローの状態で行かなければならないという状態を作った上で、最後デオンをしっかり来た瞬間に2体で落とすっていう、はいはいはい、素晴らしい連携だったと思いますね。はい、まあ、連携もそうですけど、あとその戦況がちゃんと見えてますよね。そうですね、はいはい、まあ、倒すところ、やられてもいい場所っていうのをきっちり見極めて動いている感じがしましたね。はい、ここから2回戦となります。1回戦第1試合、赤コーナーよりチーム俺たちが攻略サイト、青コーナーよりチーム川崎。それではそれぞれのチームリーダーから意気込みをいただきたいと思います。ではまず試練の勝者、ちょっとめちゃくちゃ緊張してるんで、もう語れそうにないんで、そこはプレイで、全力でぶつかっていきたいと思います。そしてチーム川崎のホルスさん、1回戦でノリに乗れてよく勝てたと思うので、この調子で頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは両チーム移動し準備をお願いします。さあ、というわけでついに、はい、事前予選第1位のチーム、はい、俺たちが攻略サイト、俺たちがってすごいですね、はい、あのプレイヤーマスター名ワザップ管理人っていう名前が書いてあるんですけど、これ本当にそうなんですかね。どうなんでしょうね。あの F 上アーケード攻略していただいてない気もするんですけど、はいはい、優勝したら攻略してくれるんですかね。そうですね、まあさすがにこれはまあで前の試合ですと
そうですね、はい、川崎チーム見入れていると思いますんで、はい、まあ、スタートはちょっと、そうですね、攻略サイトの方見ていきましょうか、はい、攻略サイト見ていきましょうってなんか変な日本語になりましたさあ編成見ていきましょうか。もうこっちですよね。こっちがそうですね、はい、456、はい、アルジュナハイテ、456が川崎です。あ、なるほど。おっと、じゃあこあれ合ってる、緑が、緑色の服が、はい、一応青コーナーからが、こちらチーム川崎ですね、はい、で赤コーナーが俺たちが攻略されています。はい、俺どっち難しいな。じゃあ2番からいきましょうか、はい、はい、じゃあ画面の方お願いします。来ました、来ましたよ、キャンペーン中、はい、10万キューピーもらってくださいね、はい、はい、さあというわけで来ましたね。しかし新しいサーバントがここでお目見えとなりましたが、いうところで、やっぱりライダーで孔明に噛みたいっていう狙いでしょうか、まあ、そのライダーと孔明で、まあ、そのあ、そのダミージと孔明、弾の打ち合いだとさすがにこれ相性もあるので、はい、まあ、ダミージいけるというところなんですけれども、あまり編成としては刺さってないというか、まあ、紀元弾のレ概念レースを紀元弾をつけてるということで完全に孔明を殺すとそうですね、孔明絶対殺す、はい、殺すダミンちゃんなんですが、はい、ただ相手にいないということで、ただこれ編成としてはお互いどうアルジュナを守るのかという感じになるとは思います。そうですね、はい、セイバオルタがいる、川崎の方がこれは編成の段階ではちょっと有利取れてるのかな。そうですね、うん、はい、ではカルデアパークトーナメント始めちゃおう。2回戦第1試合の開始、バトルスタート。これ編成的になんですけど、はい、やっぱジャンヌが前出なきゃいけないじゃないですか。そのこのチーム構成だとそうですね、ジャンヌが縦になりたいところですね、はい、まあ、ただそうですね、他特に現状ですと、まあ、ジャンヌオルタもいませんし、はい、結構ジャンヌが仕事しやすい状態なのかなというところですね。ここしっかりと、まあ、あのこれですね、アルジュナの、まあ、遠距離と、はいはい、まあ、ダヴィンチの遠距離でしっかりカバーしていきたい狙いはあるでしょうね、はい、ジャンヌで睨みを利かしてアルジュナで落としていくというところが狙いでしょうか、はいはい、そうですね。さあこれジャンダッジャン、セイバーオルタ。さあこのセイバーオルタですが、はい、攻めの力はかなり強いので、そうです、そうです、はい、クラス相性五分といえどもちょっと気が抜けないと。おっとこれ、まあ、外されたのはしょうがないんですけども、ま、はい、まあ、結構粘ったかなと。結構粘りやすいんですよね、ダヴィンチ自体は。そうですね、回復のスキルが多いというのもあって粘りやすいですね。これ1番に行っていきましょうか。1番お願いします。さあこれ味方のアルジュナがその間にしっかりと NP を稼いでくれたのでありますよ。おっと、さあこれはホームをちらつかせて、さあオタクキをアルジュナ同士のゼロ距離射撃いきます。おっとゼロ距離の、はい、さあお互い回避をしますが、これ華麗にカットしてくるのは飛ばされた後が大事ですね。そうです、さあここでゲオールが防具あるぞと見せてきました。構いません。おっとこれは壁裏なんで、これはちょっと厳しいですね。さあ一度距離を取ります。それぞれ疑似1対1の形になっていますが、そうですね、ただこうなってしまうと、はい、逆にゲオルあたりがかなり爆発する感じがするんですが、どうでしょうか。おっと、しかしおっと、キャスニッキもどうか、フォーがあるぞと。さあじゃあ視点を変えてちょっと3番にしていきますかね。はい、おっと、あと変えた瞬間にこちらオルタの方ですね、セイバーオルタですね。セイバーオルタ防具を放っていく。おっとここは2人、いやでかいですね、かなりでかい。さあここで、さあこの3対1の状況を利用してアルジュナもかなり攻め立てられていると。まあ、その2に作った状態の方が今のですと空風林が1体光栄サーバーズ入ったところに、相手の方が今そのセイバーオルタとまあゲオルゲスいたじゃないですか、はい、編成的にちょっとしのぎきれないかなという感じがしましたね。そうですね、そこしっかりとまあセイバーオルタが一応下がってホーグ入っていったという流れなんじゃないでしょうか。はい、そこでチーム、これはわざと感じなので、攻略サイトの方は攻めの、サーバントが多く出てきた状態ですが、はい、さあこれターゲット集中のようにメデューサが狙われてますが、ここはおっと華麗に返ってきます。おっとここでまずは手を手にしたのは我たちが攻略サイト。どうなるでしょうか。あ、これ
これはまだ分かりません。さあ1番お願いします。さあ終わるかこれは。ここで今日4回目の、はい、そうですね。やはりアスカランの宝具はすごく回転率がいいということで最強です、はい、あ最強です最強です、はい、いただきました最強。さあ1回戦で の, そのホルスさんの活躍で警戒されていると思ったんですが、それでもまだ打っていくと、はい、例えば今日会場でこれから FGO アーケード始めたいという方結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、このゲルキウス先生ご存知の通り星2サーバントなので、あ簡単です、ね、はい、星2の強さを超えてるというか、あなた今日彼にゲームサイズでやってもらえれば絶対1、2枚してますので、はい、でゲルギウスできてるんですね、はい、テイラーサーバントでも十分活躍できるというのがこのアーケードのいいところです。さあ華麗にスタンも決まってますが、ここでいやこれセイバルトは落ちないで宝具二巡するの相当頑張ってますよね。そうですね、はい、他が気になりすぎてセイバルトまで見ていられないと、ね、かっこいい。さあここで華麗に3人を巻き込みバトルフィニッシュ、ね、はい、勝利を収めたのはチーム川崎。はい、いやこれ2試合目なのもあってちょっと逆に攻略サイトサイドの方が動けてなかったのかなってあるかもしれませんね。そうですね、はい、本日1回目の対戦だったってのあるかもしれませんね。はい、勢いそのままに川崎がと。そうですね、押し切りましたね。それでは選手の方、選手席へお戻りください。続いて第2試合2回戦の開始です。赤コーナーチームよりビブラフランス、そして青コーナーチームよりアゲボロ聖杯戦争の入場です。それではそれぞれチームリーダーから意気込みをいただきたいと思います。さあチームビブラフランスのゆめさんから。そうですね、1回戦はなんかうまくこうみんなで周りを見ながら自分たちの動きができたかなと思ったので2回戦もまあこの調子で頑張れたらなと思います。続きまして揚げ物聖杯戦争のにゃんじろうアット。揚げ物聖杯戦争チームです。本日は幕張に訪れた聖杯を権限したものを取りにやってきました。1分1秒でも長く遊んでいたいので頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは両チーム筐体移動し準備をお願いいたします。はい、揚げ物聖杯戦争チームは名前に揚げ物の名前がそれぞれついてるんですけれども、そうですね、これは好きな揚げ物ってことでいいんですかね。さつま揚げ、ハムカツ、コロッケということで。あ、いいですね。さつま揚げマニアックですね。揚げ物って言われてさつま揚げ出てくるのはなかなか通な感じしますけど、はい、で順位の方が揚げ物聖杯戦争17位ビブラフランス15位ということで、はい、かなり実力的にも肉薄した、はい、はい、チーム同士の対決ですね。はい、まあ、先ほどはビブラフランスフランスサーバーの中心として、はい、しっかりとケルトが決めるという、はいはい、流れでしたが、この試合ではどうなるのか。フランスのクーフリンといましたっけ、フランスのジャン・ノルタと。そうですね。さあ皆さん次はどの画面で見ていきましょうか。さあこちらじゃ今度は揚げ物聖杯戦争サイドの画面からいきましょうか。はい、はい、そうですね、初めて1試合目4、5、6ですよね多分。1、2、3、いや4、5、6ですよね。が上が揚げ物、はい、そうですね、6になりますね。はい、じゃあこれいきますか、はい、4いきましょうか。はい、では4番お願いします、はい。さあ来ました、本日初登場です、すまない先生来ましたよ。はい、これは初めてですが。そうですね、そうですね。果たしてちなみに全然強いので、はい、足がちょっとあれですけど、ね、まあHP 高めのサーバントということで守りに使っていくっていうことでしょうかね。そうです、そうですね。で単体宝具としての火力はもう十二分にありますから、うん、で2体目にいるこれ四天童子も期待大ですよね。あ、あれですね、ジグフリとは全体宝具かな。はい、うん、あ失礼しました、ごめんなさい。2体目の四天童子の方がやっぱり魅力を持ってますので、はい、うんうん、かなり荒らしやすいのかなという感じがするんですよね、
はい、はい、両チーム出揃いました。さあフランスのジャン・ノルタとそうです、ね、もういいです、はい、もういいです、もう大丈夫ですかさあ一方これ孔明入ってますが、はい、まあ、マリーが怖いですよねこの辺り。そうですね、マリーがどう孔明を追い詰めるかと、まあ、この辺しっかりジークフリードが守りつつ、はい、逆にカルナは攻めに行きたいんじゃないかなという感じがしますが、デオンがカルナを抑えに行くっていう展開になりますかね、はいはい。それではカルデアパークトーナメント2回戦第2試合の開始です。バトルスタート。その開幕のクラス相性としては、はい、こちらが若干不利なのでそれをどう裁くかという展開ですよね。ジークフリートは、ジャンノルタを抑えたいという感じなんですか。あ、逆マリーをもう相性不利とか関係なく殴りかかっていくカルナっていう、マリーは孔明を落としに来るんだろうと、じゃあ俺が倒すという感じでしょうか。さあここは開幕から乱戦が続いております。さあお互いの両チーム HP も程よく削れております。まずジークフリート、ジャンヌ・オルタに狙いを定めていきますが、ここは無敵です。さあおっと、まず開幕映像に月齢追撃がついているので、これはもう完全にジークフリートは、はい、持久戦の構えですね。そうですね、逆にその間にしっかりとカルナが他の様と落としてますよね。ただこれお互いに1-1交換という感じでしょうかね。そうですね、はい、お互い1-1交換で、はい、さあまだ全然展開がわからない。ただ孔明が落ちてしまったので若干、そうですね、さあこれ本気でジャンヌ・ダルク・オルタがジークフリートにターゲットを絞っていく。これワンボン食らってまで1万5000以上ありますからね、体力さすがですよね。そうですね、さあこれ一度距離を取ってからターゲットを変えていきます。展開が早いですね。さあこれでカルナを落としました。フォーグ打てずですね。さあここは華麗にゲオンにターゲット切り替えていけますが、そこを華麗にパッとしていく。さあそろそろお互いにフォーグ警戒する時間なんですが、最初から生きているサーバント注目ですね。ジャン・ノルタどうだ、入りますね。おっと入りました、これは大きいですよ、はい、さあこれジャン・ダルクのフォーグ発動、確実に狙いを定めていきます。さあこれ大ダメージをもらったのはセイバーオルター。ただ体力に遅れてるのは悪くないといえば悪くないですね。ここでジークフリード落ちてしまって構わないですね。残りあとヘッダー2体しっかりと回収できればというところです。はい、これはこれで3名が落ちて、はい、さあただいまの現状聖杯が7分の6になります。ここで決まれば聖杯が、まあ、そうですね、これで7ですよね、はい、はい、これで7です、落とせれば、はい、ちょっと人数フリーは2万4000、はい、人数フリー出たところでやっぱそのまま一気にまくられてしまいましたね。そうですね、ここはもう、聖杯を取りに行った方がというところですね。さあただここでクーフリーを落としてもう1体巻き込めれば全然あるのかなという展開ではありますね。ただ相性有利のサーバントがメドゥーサ、どうクーフーリンに絡むか。しかもこれ相手に残ってるサーバントが、はい、デオンとジャンヌじゃないですか、はい、これクーフーリンまで行くのかなり大変そうですよね。ガチガチに守られそうですね。そうですね、あここでアルジュナが出てきました。やただクーリン落としましたね、素晴らしい。こちらちょっとアルジュナの様子を見てみましょうか、はいはい、6番にスイッチもお願いします。はい、溜まってますね、これジャンヌ亀に来てますが、さあこれ誰に狙いを定めていくか、映画、おっとここで、いやさすがのフィジカルの強さを見てきました。そうですね、聖女様本当無用ですね。聖女様お力強いですね。そうですね、聖杯の手が、さあここでビブラフランスのデオンが華麗にホーズを決めていきます。いや今回はかなりフランスは活躍してますね。そうですね、はい、チームコンセプト通りの働きと、はい、かなり勢いに乗ってますね。忠告はしてさあ残り46に42カウント、それで聖杯は今ビブラフランスと手に、これ満タンのジャンヌから聖杯バイカーっていうのはかなり厳しい、ね、これはそうですね、はい、時間もかなり押しているので残り50秒。あさあここでバトルフィニッシュ、勝利を制したのはチームビブラフランス。
さあ、このフランスチームですが、はい、こう意外とチームコンセプトにこだわったチームなのかなと思いきや、ええ、しっかりゲームの、チームの連携取れていると、まあ、そもそもこのゲームフランスのサーバント結構強いので結構なんとかなるというのは間違いないかなとは思いますね、はい、いやただここまでの試合見てくるとかなりデオンが結構ポイントになってます ね、 のチームも、はい、やっぱ挑発持ちで、うんうんうん、まあ、使い方難しくはあるんですけれども、そこをやっぱチーム内の連携取りやすい関係で今回プレイしてますから、そうですね、イブシ銀の働きという感じでしょうか。間違いないですね、はいはい、ではここから準決勝となります。トーナメント表を見てみましょう。文丸さん、ゲームセンサーさん、気になるチームはありますか？そうですね、ただ勝ち上がってきたチームが、はい、正直僕らもっとタイムオーバーまで割とガチガチの試合になるのかなと思いつつ、はい、しっかりとその勝ち筋取った瞬間に無理になんか、まあ、引き伸ばすというか、はい、まあ、あの時間稼ぐだけではなく、はいはいはい、しっかり取り切ってるのかなという、そうですね、はい、一気に決められるタイミングになったら決め切るという決定力の強さもチームの強さにつながってるのかなと。結構1分残しの試合とかもあるので、はいはい、ありがとうございます。